皆さんこんにちは、チェロの水野優也です。今私はハンガリーのブダペストにあるリスト音楽院というところに留学していて、先日日本に帰国したので今は休んで自粛しています。冒頭にお聴きいただいた曲は皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。バッハの無伴奏チェロ組曲より一部を演奏いたしました。なぜこれを演奏したかというと、7月3日にリリースされる MLM ナショナル管弦楽団のアルバムの中で私が演奏したカサドの無伴奏チェロ組曲という曲が収録されているんですけども、この曲はメンバーの中で唯一の無伴奏ソロでの収録になっています。なので今回は無伴奏というテーマについて話していきたいなと思ってます。私たちは普段ピアノと一緒に演奏したり、オーケストラが伴奏で協奏曲を演奏したり、または MLM のように少人数でグループで演奏したりと、様々な形態があるんですけども、その中で無伴奏というとやっぱり一人で寂しいとか孤独なんかと思う方がいらっしゃるのではないかと思うんですけど、実はそこにもたくさんの魅力が詰まっています。一人で演奏するということで、普段ピアノとかオーケストラに伴奏していてもらったことを、一人でメロディーとともに全ての役割を担って演奏していきます。ところで皆さんは楽譜にはたくさんの種類があるということをご存知でしょうか。先ほど演奏したバッハの無伴奏チェロ組曲、これはチェリストにとっては大変大切な曲の一つで、一生をかけて練習していく曲とも言われているんですけども、実はそれだけの曲なのでたくさんの出版社から楽譜が出版されています。私の自宅には4冊ほどバッハの楽譜があります。それぞれ書いてあることが一つ一つ異なっているので、それを見比べながら日々練習に励んでいます。こちらはバッハの奥さんが書いたと言われている楽譜で、こういう昔の古い自筆譜なんかも参考にしながら勉強しています。というわけで、一人で演奏する無伴奏は全て自分のやりたいようにできる、そして無限の可能性が広がっている、そんな形式だなと思っています。特にチェロの場合はお客さんの方を向いて座るので、コンサートで弾いている時は照明なんかも絞ったりして、全ての視線が私に集中しているのを感じるので、独特な緊張感を感じながら、またそこからいろんなインスピレーションを得たりして演奏しています。これから配信されるカサドの無伴奏チェロ組曲、こちらはすでに第1楽章が配信となっていて、これに続いて第2、第3楽章と配信されていきます。この曲もチェロの音域の広さだったり、本当に深い音色、変化に富んだテンポ感だったり表現、そんなものを存分に楽しんでいただける曲だと思っているので、ぜひ一度聴いていただきたいなと思っています。ありがとうございました。